皆さん、おはようございます。昨日に続いてご出席いただき、誠にありがとうございます。出席委員16名であります。これより予算特別委員会を開きます。先例により、記録署名委員を委員長から指名いたします。委委員的場委員 以上の方にお願いいたしますそれではこれより付託議案の審査を行います今次定例会において本委員会に審査を付託されました議案は県第1号議案令和2年度広島県一般会計予算など17件でありますこれら議案を一括して議題といたします これより質疑を行いますが、前回の委員会で申し上げましたように、発言時間の計測は、委員長席および質問席の残時間表示計によることとし、午前、午後、それぞれ各会派の持ち時間が終了しますと、質問席のランプが点滅いたします。なお、答弁も発言時間に含まれますので、答弁は簡潔にお願いいたします。 それでは、通告者に順次発言を許します。はたいしん。え、それでは、皆さん、おはようございます。 自民議連広島市東,東区選出の畑石健次でございますコロナウイルスの件で経済そして国民生活に大変な影響が出ている中でございますまずもって知事はじめ県の担当職員の皆様そして医療学校関係者はじめ現場で尽力されている皆様に心から感謝を申し上げたいと思いますそれでは早速質問に入りたいと思います 最初に新型コロナウイルス感染症についてお伺いいたします広島県内でも新型コロナウイルスへの感染者がついに発生をいたしました県民の皆様から不安の声が聞こえてきているところでございますが他の都道府県の例を見るまでもなく本県,においても対策本県における対策も今後は感染が拡大することを見越したものにシフトチェンジする必要があります特にに検査体制については この検査体制の維持医療提供体制の維持を目的に検査対象者を国内感染状況に応じて見直してきたところです県内で発生したことで自分も感染しているのではないか疑心暗鬼に陥る方患者を検査すべきではと思う医師の方も確実に増えると思いますまずは3月7日の感染発覚後相談窓口への相談数及び医療現場の実 状況に大きな変化はあるのか、次に、検査希望数の増加に対する体制について、医師会はじめ、医療機関との連携は取れているのか、また、検査能力は十分なのか、さらに、重症化への対応のみならず、重症者への対応のみならず、感染拡大防止策という点も含め、入院できる病床は十分あるのかについて、併せて健康福祉局長にお伺いいたします。健康福祉局長 3月7日の県内初の患者発生後の状況につきましては、相談窓口での受付が2日から6日までの1日平均410件に対し、7日が486件、8日が391件、また PCR の検査の実施が2日から6日までの1日平均20件に対し、7日が26件、8日が10件となっており、いずれも大きな変化はございませんが、 一部の医療機関において患者の集中がないかは注視してまいりたいと考えております。このため、感染者を速やかに把握するとともに、拡大防止に向け、検査体制の拡充を図ることは極めて重要でございます。そこで、県保健環境センターに設置しましたリアルタイム PCR 検査機器を本日から稼働させ、検査能力を約3割増強し、 広島支部も含め、1日約 1, 100県体の検査体制を確保するとともに、家畜保健衛生所や県内の医療機関の協力を得ることで、今,度今後の検査体制を一層充実してまいりたいと考えております。次に、入院患者の受け入れ体制につきましては、重症患者が大幅に増加したときに備え、3月3日前在、県立広島病院に49床、 市立船入市民病院に30床など、県内各地に119床を確保しておりますが、さらなる感染拡大が見込まれる場合には、院内感染防止対策を講じた上で、必要な病床を確保してまいります。併せて、限られた医療資源を効率的に活用するための外来患者の誘導など、適切な医療体制を構築するため、引き続き医師会など、関係者と調整してまいります。 えー、このコロナウイルスの件に関してはです、ね、検査体制というのが一つ大きなキーになると思ってます。先般もです、ね、政府がこの検査機関、これ、民間も含めてです、ね、検査機関数を増やすことを目的に保険適用したところでございますが。 今、ご答弁あった、広島県内で100件、1日100件という、このプラスアルファ、この民間の検査機関というのは、広島県内には今のところないと伺っております。そういった意味ではです、ね、これから医療機関における検査をするかしないかという判断も含めてです、ね、連携がより重要になってくると思いますし、今後、検査をする数が増えてきたときに、 えー、例えば大阪でありますとかそういったところにある民間の検査機関数まあ、どれぐらい確保できるのかまあ、そういったところの情報収集もですねしっかりと進めていっていただきたいそのようなことを要望をいたしたいと思います委員長、えー、続きまして県民の不安を払拭するためには県が正確な情報を適切な時期に提供するとともに協力を呼びかけることが欠かせません そこで県民の不安を払拭するためにどう取り組むのか、知事の認識をお伺いいたします湯崎知事新型コロナウイルス感染症につきましては、その感染力や致命率などが十分には解明されておらず、また特効薬やワクチンもない状態でありますので、県民の皆様の不安感も強く、社会経済に対する影響への対応も含めた総合的な対応が、対策が必要になってくるものと認識しているところでございます。 そのため、本県では新型コロナウイルスや感染症法上の指定感染症とする旨の閣議決定がされた翌日の1月29日には、特別警戒本部を設置いたしました。また、国内とクルーズ船の乗員・乗客などを含めた感染者数が1000人に達した3月4日には、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に向けた国の動きに先んじて、感染拡大を可能な限り抑制し、 県民の生命及び健康を保護するとともに県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために必要な対策を全庁一丸となって取り組むため広島県新型コロナウイルス感染症対策実施要領の個支案を取りまとめたところでございます現在実施要領の策定作業を進めており3月13日には医療関係者等で構成する専門家会議を開催し今後想定される一般医療機関での患者受け入れや 重症者の入院受け入れといった適切な医療体制の確保に向けた取り組みについて検討いただくとともに、日常生活の確保に向けましては、食料品や生活必需品の備蓄がデマや風評などにより、社会生活に混乱が生じることなく行われるよう、適切な供給について事業者に働きかけてまいります。 なお、この実施要領につきましては、県民の皆様に安心していただき、冷静な対応についてご協力いただくための内容もございますことから、できるだけ早い時期にお示ししたいと考えております。 また、県のホームページでは、新型コロナウイルス感染症に関する情報を適宜更新するとともに、3月13日には、県民の皆様に手洗いや咳エチケットの励行のほか、適切な受診行動を取っていただくために必要な相談窓口の電話番号などを記載したチラシを新聞、長官に織り込んでお配りすることとしております。県県といたたししましては引き続き続民ののの皆様安安全安心のため 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、関係機関が連携し、全力で対応してまいりますが、併せて県民の皆様にも感染防止にご協力いただきますよう、お願いしたいと考えているところでございまし県民の命を守り、県民生活および経済への影響を最小限に抑えるべく、臨機応変な対応をお願いしたいと思います。感染防止もさることながらです、ね、中小小企業業者者規模事業者 そえとり親家庭や非正規雇用の方、こういったところに非常に弱いところに影響が出てくると思いますので、国とともにですね対策をしっかりと打っていただきたいと思います。当面は予備費で対応されるとのことですが、新たに予算が必要であれば、議会にも積極的に補正予算を提案していただきたい、え我々としても協力を惜しまず、一丸となって取り組んでまいります。それでは次の質問に入らせていただきます委員長畑委員 続いて地方創生についてです。2014年に国は町人仕事創生総合戦略を策定し、国の重要施策として地方創生の取り組みを始めました。この地方創生、人口減少の使用因を東京一極集中にあると捉え、国が総合戦略で大きな方向性を示し、 広島県でも広島県町人仕事創生総合戦略を策定し市町も市長も同様に総合戦略を策定したところです策定した戦略に沿って各事業,事業に対して国からは交付金補助金を手当てされることでまさに国を挙げて取り組みを進めてきましたが残念ながらこの東京一極集中国へ東京県への転入超過が 改善されることはなく、まあ、広島県に至っては、総務省が発表した人口移動報告で、8000人が転出超過し、人口流出、まあ、ワーストワンと、全国でワーストワンという結果となってしまいました。国、県、市長、施策の中心に添えて、多額の予算を使いながら、地方創生の最大の目的であったはずの、東京一極集中の是正は、まあ、完全に失敗をしてしまったわけです。そここで、まあ、現状国や県のこの取り組みがうまくいかず 人口流出が進んでいるその原因はどこにあると考えているのか、また原因を把握した上えで、令和2年度当初予算にどのように反映されているのか、併せて知事にお伺いいたします湯崎知事。 議員ご指摘のように、2019年の状況は、東京圏への転入超過が約15万人、これは以前の1.5倍にまで拡大をしている状況であります。この主な要因は、若者に訴求するブランド力の高い企業や大学が、東京圏に過度に集中している日本社会の構造的な問題を背景に、就職や就学を契機とした若年層の転入超過があるということによるものでございます。 さらに近年は、東京圏の企業による地方への採用活動の拡大や、学生優位の売り手市場が大手企業志向の高まりに拍車をかけており、本県におきましても、大学生の県外転出が拡大しております。このため、県内就職の促進に向けましては、インターンシップなどの取り組みに加え、大学進学前などの早い段階から、地元企業の魅力や、中小企業ならではのやりがいなどを知ってもらう機会を拡充してまいります。 合わせて都市と自然の近接など、東京にはない広島ならではのライフスタイルの魅力を高め、発信することで、若者に本県で暮らすことを選択していただけるよう、さまざまな施策に取り組んでまいります。また、東京一極集中の是正は、単に人口の問題にとどまらず、イノベーションの源泉となる多様性の創出を阻害するものであり、 日本の持続的な発展のためにも、引き続き地方と国が一体となって取り組んでいく必要があり、国に対しても具体的な KPI を設定し、企業等の地方移転に向けた抜本的な対策を講じるよう働きかけを行ってまいります。令和2年度におきましても、着実に成果を積み重ねながら、広島への新しい人の流れを創出し、地方創生の取り組みを加速してまいりたいと考えております。委員長畑井 一般質問でもですね多くの議員の方がこの人口流出まあ、広島県のこの8000人というまあ衝撃的な数字に対して何人の方か何人かの方が質問をされましたなかなかこの原因についてはですね今おっしゃった a、えー 若年層の,この流出、こういったところが大きいという、そこは一つの原因だろうとは思うんですが、この転入促進とかですね転出抑制、ここはいわば戦術論の部分であって、大きな戦略の部分でどうであったのか、こういったところの原因というのが、なかなか聞こえてこない、そういったところにどういった要因があるのか、そこについて、次の質問につなげていきたいと思います。委員長 チーズ。 県の総合戦略、これを読んでみますと、国の戦略に沿って作られているのはよくわかります。市長の意向や、一方で市長の意向や課題がどこまで反映されているのか、そういった意図を読み取ることが私はできませんでした。地方創生の取り組み、これは本来各地域の現状を踏まえ、その地域に合った戦略を市長が策定し、それをベースに県が広域的にどう取り組むかであって、トップダウンよりもボトムアップで進めるべきものではないかと思います。 県の目標だけが達成されたとしても、市長が置いていかれるのでは意味がありません。そこでこれまでの地方創生の取り組みにおいて、市長とどのように思いを共有し、連携してこられたのか、今後、成果を出していくためにどのように連携していくのか、地域政策局長にお伺いいたします。地域政策局長 市長との連携につきましては、知事および各局長と市長、町長によります行政懇談会や、市県・市長共同会議など、さまざまな場面において、市長の現状や課題をお聞きするとともに、率直な意見交換を行う中で、県と市長の緊密な協力関係を構築しまして、地方創生を見据えた各施策を推進しております。 また地方創生に向けての市町の様々な取り組みを積極的に後押しするため市長企画担当課長会議におきまして市長の具体的な課題の解決に向け県の担当部局が個別に相談に応じるなど連携共同して取り組んできております引き続き市長の思いをしっかりと受け止め各市長の総合戦略の検証や次期総合戦略の策定についての検討会議に積極的に参画いたしまして 市長と県の施策の連動性を高めるなど、さらなる連携強化に取り組んでまいります。 今、ご答弁ありました、各市長とですね総合戦略の取り組みの検証とか、検討会議に参画されるなど、そういった取り組みで市長との情報交換しっかりされているというご答弁でした。ただ、先ほど申し上げたとおり、この総合戦略、この中に、例えばですね観光消費額、これ、平成30年4000億円、これ、令和2年度の目標、この KPI の目標が5150億円となっています。 1> 約1150億円増やすわけですが、じゃあ、これ、例えばあの広島市とですね、広島市と廿日市、原爆ドームと宮島、この2箇所で、仮にこの消費額でありますとか、総観光客数でありますとか、そういったものがクリアできたとしても、県としてはこの目標は達成したということになるんだろうと思います。そういううういい意味ではではははすね私はもう少し広島県というのは大変 大きいですから、広島市を中心としたこの県の西部、東広島市を中心とした県の中央部、福山市を中心とした県の東東部、そして三原や庄原の県北、まあ、こういった4つぐらいのエリアに分けてです、ね、それぞれの地域でどういった あ観光消費額の目標を立てていくのかあ、農業生産額の目標を立てていくのか、それに対して、えー、市長のそれぞれの目標値があってです、ね、それとの整合性を図りながら、県全体としての戦略を立てていくという、えー、あり方があ必要なのではないかなと思います。えー、そののこととを指摘させせててていいいいいたたただだ、えー、次の質問に入らせていただきたいと思います委員長 人口規模の小さい地域ほど、自治体による雇用や支出、地域経済にとっての影響が大きいことは、これは周知の事実です。しかしながら、地方創生の前段階では、平成の大合併が行われ、人口流出を止めるためには、市町村合併を推進し、財政基盤を強化した上で、エリアでの課題に取り組むという算段でした。実際には、中山間地域においては、若年層の雇用の受け皿でもあった役所が統廃合され、 役所の周りに中心、市街地を形成していた商店などの経済活動は厳しくなり、地元に仕事のない若年層は、故郷から遠のき、兼業農家も減少し、農業は衰退をした、学校も統廃校をせざるを得ず、負の循環に陥っているのではないでしょうか、さらには財政健全化の名のもとに、公共の支出は削られ続け、コスト重視による地域外の業者への発注で、地域への経済波及効果よりも、 1>, 1円でも安く支出すること、一円でも安く支出を抑えることに邁進をし、負の循環をさらに後押しすることになったのではないでしょうか。意図していなかったとはいえ、結果的に物心両面で。 物心両面の後押しで東京一極集中の方向に大きな流れができてしまいその後に地方創生と銘打ち小粒な政策で人口減少に歯止めをかけようとしているもがいているのが現状ではないでしょうか、まあ、こうした現状を踏まえると中山間地域には手厚い政策投資が必要と考えますが イノベーションや人づくりといった取り組みが並ぶ現在の広島県の予算を俯瞰したとき、中山間地域でよい経済の循環を生んでくれる、もしくはそのような意図を持った政策がどれだけあるのでしょうか。 看板政策でもあるイノベーションエコシステムやデジタルトランスフォーメーションに代表されるような、従来の公共事業とは違うそれらの政策が、広島県経済にどのような波及効果をもたらしてくれるのか、脆弱な経済環境である中山間地域にどのような好影響があるのか、知事の思いをお聞かせください。湯崎知事 イノベーションエコシステムの構築に向けた取り組みは、イノベーションが絶え間なく創出される環境を構築することにより、生産性の向上や新規事業の創出、高付加価値化を図っていくものでございます。例えば、その取り組みの一環であります、イノベーションハブ広島キャンプスにおける企業業,業種の垣根を越えた新規事業創出等への支援や、人材育成、起業家への伴走型支援などは、 地域ののイノベーション力の強化につながると考えておりますまたデジタルトランスフォーメーションはデジタル技術を活用して、県内全域で県民生活や県内企業がさまざまな面でより良い方向に向かう社会を実現していこうとするものでございます。 例えば、広島サンドボックスにおいて、実証事業を行っているデジタル技術を活用したレモン栽培や牡蠣の養殖などは、作業の省力化や高品質生産を実現し、所得の向上や新たな担い手の確保につながるものと考えております。さらに、中山間地域においては、デジタル環境の整備を進めることで、その地域の魅力や特性を生かした IT 企業などのサテライトオフィスの誘致や、移住・定住の取り組みが促進しやすくなるなど、 地域のの活性化や新たなな雇用の創出につながることも期待されておりますこれらの施策は、少子高齢化や過疎化など、地域が抱える課題の解決に貢献し、地域の活力を生み出すとともに、本県経済の持続的な成長の実現に向けて、地域経済の生産力を維持し、競争力を高めていくための重要な施策として、引き続き注力してまいりたいと考えております。畑 先日、一般質問で、出原議員がです、ね、この県庁の組織を一部、中山間地域をはじめとして、県内全域に少し分散したらどうかというようなご意見もありました。やはりこの波及効果をいいかかに生んでいくか そこに対して、この中山間地域は特にこの行政が果たすべき役割というのは大変大きいと思いますので、そのデジタルトランスフォーメーションなども含めて、き昨日の参考にアクセンチュアの中村さんのお話の中にも、やはり機能分散が必要だというお話もありましたし、会津若松市の取り組みも、これはあの大学を、この IT 専門大学を中心にしたまちづくりという、一つのそういった構想が、 あるんだろうと思います、えー。広島県においてもですね、えー、各この中山間地域を含めて。 経済波及効果を生み出すような施策をです、ね、これは産業、農業、教育、まあ、こういったものを一体となって施策展開をしていただきたい、そういった考え方をしっかりとこの総合戦略の中に打ち出していただきたい、できるならば、先ほど申し上げたこの4つの検疫ごとぐらいにです、ね、そういったものを打ち出していただいて、そこに向かって施策を推進していっていただきたい、そのことを要望して、この質問は終わりたいと思います。畑<市>委員長 続きまして、旧広島陸軍被服市長について質問を行いたいと思います。この件について、多くの質問をしようと思ってたんですけれども、また後ほど質問しようと思いますが、冒頭の部分だけ質問を行います。このたび、まあ、1棟保存、2頭解体という県の方針案に対し、被爆者団体などから反対の声が上がり、メディアも地元紙を中心に、全棟保存を主張する論調が大勢を占め、 広島市や国政からも様々な意見がありました一連の報道や意見を聞いていると県が被爆者の思いに寄り添わずコストありきで拙速かつ唐突に判断を下したとも取れる論調が目立ちますが一般質問などの答弁をお聞きしててもそれは全く誤解だと思っていますまずは2月議会の質疑でも答弁をされておりますが改めてこれまでの経緯と知事の思いを簡潔にお示しください湯崎知事 旧広島陸軍被服支所をめぐりましては、平成になってから具体的な保存利活用の検討を行いましたが、保存利活用に幅広い県があること、施設の規模が大きく、耐震化等に多額の費用が見込まれることなどから、いずれも実現に至っていない状況でございます。 平成29年には耐震改修に要する費用を圧縮できないかという見込みを持ちまして、調査を実施いたしましたが、震度6強規模の地震で倒壊または崩壊する危険性があり、耐震改修のみで1棟当たり28億円を要するという結果が出たところでございます。こうした中、平成30年6月に発生した大阪北部地震による影響を踏まえ、県としては安全対策を最優先に考え、副市長が有する価値、その保存または代替性、 保存の規模や対応等を比較検討した上で、県民の皆様の生命、財産を守るため、一等保存、二等解体を内容とする対応方針案を取りまとめ、昨年12月、総務委員会で公表したところでございます。この方針案は早急に安全対策を講じる 福祉省が有する被爆建物、あるいは建築物としての価値の保存継承を実現、財政的制約をクリアすること等の点をバランスよく実現させるという考え方で取りまとめたものでございます。一方で、この方針案を公表した後に、さまざまな、各方面からさまざまなご意見等があったことという諸般の状況を踏まえまして、引き続き議論を深めていく必要があると判断したところでございます。<上> はい、あのー、これは被書をですね保存する団体にも意見を求めた上でさまざな検討を行い、今回の方針を出されたんだと思います。えー、私も含めてですね、えー、前提条件がないのであれば、まあ全土保存したい、まあ、そういった思いは、えー、知事はじめ執行部も同じご意見だろうと思います。えー、まずはそのことを申し上げ、また後ほどの質疑に繋げたいと思います、えー。以上で終わります。